ラフィクゾヘール・ジェブールは、フランスイゼール県ウルノーブル出身の、アルジェリア代表サッカー選手。ポジションはフォワード。ギリシャスーパーリーグを代表するストライカーの一人。フランスでも有数なユース組織を持つことで知られる、アージオセールの下部組織出身。5年間過ごしたものの、トップチームでプレーすることはなく2004年に退団。ベルギーのクラブを経て、9月に、 ギリシャ2部のエスニコスアステラス FC に加入。16試合で11得点と高い決定力を示すとシーズン中の1月には一部へとステップアップ。一部の舞台でもすぐさま活躍した。シーズン終了後にバトフォード FC のトライアルを受けるも監督を納得させることができなかった。2008年にはギリシャウィック3の一つエックアテネ FC へ移籍。 翌年、チームメイトのイグナシオス・コッコや、監督のデュシャン・バイエビッチと衝突したことにより、トレーニング参加が許されなかった。処罰の間に、セルティック FC とブラックバンド・ーバーズ FC のトライアルをそれぞれ受けるも契約には至らず、最終的に2013年まで契約を延長した。2011年1月2日に、監督のマヌエル・ヒメネスと衝突したことにより、 21日に同じビッグ3であるオリンピアコス FC へ移籍した。2012から13シーズンには20ゴールを記録し、ギリシャスーパーリーグの得点王に輝いた。2013年9月8日、長年プレーしたギリシャを離れ、トルコのスイバススポルへレンタル移籍することが発表された。2014年1月30日、ノッティンガムフォレスト FC に、 半年契約で移籍した。2015年6月17日、エックアテネに復帰し1年間の延長オプション付きの単年契約を交わした。シーズンを終え契約満了により、同クラブを退団すると、2016年9月9日に、アリス,テス・テッャロニキへ3年契約で移籍した。ジェブ・アット・ホーム・イン・グ・リース、ハット・ノー・ムーブ・フォー・ポーリッシュ・ストライカー・ハット、 ボイスコンシダーストライカー、ハットローバーズルックアットジェブアハット、ジェブアサインズニューサンイヤーディール、ハットシグマタウイータニューパイロータウアルファータウイータ、イプシロンクサイデルタウープシロンゼータオー,ータミューパイ、ローハット、ロフィックジェブア VE アイドンカーブロットシーバスパー、だハットトランスファーウィンドノッティングアムフォレストサインロフィックジェブアハット、イプシロンパイオータシグマタウローファイタウウウプシロン、 ファイオタカッパゼータイプシロンミューパイロー。XFC オフィシャルウェブサイト2016年6月19日閲覧。トロンスフェアロフィックジェブアエルアリスアベックバウラ。ルエキップ2017年2月20日閲覧。ありがとうございます。